ならない臆病な朝をたとえ何度迎えようと思う。ラララ、パチンと切られたその時、世界とはぐれてしまったみたいだ。目に映る景色が悲しく笑うなら、恐れつまぶたを閉じてごらん。さあ皆さんこちらへどうぞ、鼓動の鳴る声さ、かかと打ち鳴らせ、どうぞ心の踊る声さ、蜃気楼に飛び乗って、探し魔な世界乗りこなして、ならないならない、やまない愛を知りたいと願う。おまじない、時を越えて朝から夜まで、ならないならない、君を知りたい、何一つ見逃さぬように、時は誰も待ってくれないと。残酷な運命が悲しくめいて、考える間もなく潮を接すならして、誰が見えなくたって君を信じてみたいの。恐れずに僕を見たしたら、さあ皆さんこちらへどうぞ、心の鳴る声さ、かかと打ち鳴らせ、どうぞ心の踊る声さ、さあ皆さんこちらへどうぞ、心の鳴る声さ、かかと打ち鳴らせ、どうぞ心の踊る声さ、こちらに飛び乗って、探し魔な世界踊り尽くせ、ならないならない、誰も知らない、名もない今を駆けてゆくの、あの三日月手を伸ばして、ならないならない、君を知りたい、恋にならない臆病な朝を、たとえ何度迎えようと思う。夢ならば覚めないで、現実なんてさ身も飛ばないから、時は誰も待ってくれないと。ありがとうございます。皆さんこんにちは、武田愛菜です。12歳の中学1年生です。今日は10月と思えないほど暑いので、皆さん水分補給しながら聞いてくださいね。よろしくお願いします。今歌った曲が映画竜とそばかすの姫のオープニング曲ユーを歌いました。2曲目はウルさんのラブソングを歌います。よろしくお願いします。して目をそらした、知らない間に身について強がりや、追い出せないない臆病が胸を塞ぐ。ああどこかで落としてきたはずなのに、確かに今ここにあって、
その間にか映しててその後ろ姿正直に実は私昨日の夜から頭が痛くて今日の朝もずっと寝てたんですけど、なんか寝すぎちゃって朝顔がむくんじゃったりとか、あと今日なんか声もうまく出せなかったりとかするかもしれないんですけど、最後まで温かく聞いてくれると嬉しいです。お願いします。次の曲は緑黄色社会さんのリトマスを歌います。では聴いてください。誰よりを書こう私を知っていて、あなたにだけ言えない秘密がある。重なり合えど許されちゃいけない、この体に沿って魔物が笑う。思えば思うほど隠れてしまう、いつぞやのおぼろ月の背中へと、そこにあなたの手が触れる未来を待つことがどれほどまで危ういか。誰より深く私を知っていた、あなたにだけ言えない秘密がある。その手はその目はその輝きをそのままに、別れば告げずに離れてしまったらいいのに。己これをあなたを思う
されているかのような夜だ。そんなあなたの目に宿る光を止めどなくそれとなく抱き止める、その手はその目はその輝きをそのままに、別れも告げずに離れてしまったらいいのに。ありがとうございます。次が最後の曲になります。次の曲は YOASOBI さんの三原色です。では聴いてください。ここまで歩いて
クライナでした。物販もやるので、ぜひ来てください。ありがとうございました。